グランゼコール準備級とは、フランスのグランゼコールへの入学希望者が、高校卒業後に所属する必要のある2から3年間の特別準備学級である。通常はリセに置かれていて、フランスの高等教育課程である。大学1年と2年に相当し、18歳からの入学である。通称はプレパである。大体は、公立で、バカロレア後。 書類と推薦状とで選抜され、2年間、または3年間、上級学校、特にグランゼコールやいくつかの高等商業学校の入学選抜試験の受験準備を学生にさせる準備学級である。準備学級にも様々なレベルがあり、名門の準備学級に入るのは難しく、2年目への進級も難関、そしてグランゼコール入学となるとその門はさらに狭くなる。 2015から2016年度には85,938人の学生がシープリに登録していた。フランス国民教育省は1994年11月23日の省令でシープリを3つのカテゴリーに定義した。すなわち、文系、理系、経済、小学系である。また、高等美術学校や音楽、舞踊、演劇芸術、 工芸芸術などの上級教育機関へのシープリもある。その入学選抜試験は往々にして非常に選別的である。グランゼコールの入学を希望する生徒はクラセスプリパラトアーアーズ・オグランデス・エカルに所属する必要がある。シープリに進学できる学生の数は限られており、そこからさらにグランゼコールに進学できる学生数も制限されている。グランゼコールは 理工系を中心に、政治、経済、軍事、芸術に至るまで職業と関連した諸学について、フランスにおける最高クラスの教育が与えられる。卒業生は、近代以降のフランス社会での支配階層を占めており、一例を挙げれば、政治系グランゼコールである、フランス国立行政学院はこれまで数十名の大統領や首相を輩出してきた。エナは、 大学卒業後難関の選抜試験に合格後入学する。あえて比較するなら日本の大学院修士課程に相当するが特に名門中の名門とされるグランゼコールには高等教育機関に所属するフランス国民のうち全体の数パーセントしか進学できないとされている。卒業後は専攻した分野のエリートとして扱われ実際に性、肝、財、学すべての分野において その卒業生が多数活躍している。結果として、シープリでは、学生が非常に競争的な入学試験を受ける。このようにして、極めて選抜的な社会的エリート育成システムが、取られている。1974年頃以前は、よほど優秀な学生を除き、労働者階級出身者は少なかった。これは、準備学級への進学やグランゼコールの受験に要する、 費用が多大で、教育環境の整備が必要だったため、結果的に有産社会級や知識人総科系の出身者が大多数を占めていたことによる。学生はこのシープリで2年間勉学を行うが、1年次から2年次への進級は難しくかつ卒業も難関であり、グランゼコールを目指す者は太陽を見ることがないと言われるほどの猛勉強をすることとなる。 そのためシープリの学生は、モグラと揶揄されることもある。ありがとうございます。